はい。タクさんが今、新メトラ使うか迷ってる。いや、閉めたら使わん。あ、じゃあ俺が使う。あ、じゃあどうぞ。ゴリラ使いたいんだけど。秩序の乱れが。あ、その方がいいよな、多分。それでゴリラは違うんだ。え、でも、あんまり。あり。いや、相手に現地が、現地がいたらちょっと使うかもしれない。見てからの方がいいね。現地がいたら使うかもしれない。何よりよ、僕。ちょっと久しぶりだわ。裏取りチェックしてくるわ。裏取りチェックして、なんかて、ドアが見えた瞬間にウィドウメーカーで撃ち殺されたことがあるな。役目さえ果たせば、勝利は確実となる。その上にまだつけるのか。あ、そういえばそんなこと言ってたの。じゃあ俺あんま使ってねえからあげるすっかり忘れてさ、この間ずっとあの看板の裏に一生懸命行く。実際のところよくわからん。たどりはとりあえずしばらくは来なさそう。うわー、嘘だー、来たー。嘘だってな。バトル来たのか。エンジが来た。来ないと思った。うわ、つけたから。あ、倒した。やられた。テレポーターオンライン。扉は開いたよ。テレポーター。これで安心して死ねるよ。セントリーカル。はい。痛い。テレポーター出たらそこを見た。エンジどこ。源氏は死んだんだ。あー、調子に乗った、すんません。あー、入られてる、入られてる、源氏だ。テレポーター出たときすげえ迷った。どこやろこれ。ああ、俺もちょっとテレポーター出す方向が悪いな。あ、あら、ああ、まだ終わってない。テレポーターなんて敵に見つからないのが前提なんですよ。違いますね。シールドカレー。源氏か。そうやったら方向な？方向。あ、裏からリーパー来た。ああ、俺の仕事じゃない。侵入者を検出。防衛網構築。運命に逆らったムーブ。倒した。よし、倒した。シール、ありがとう。また裏が今度、源氏が来たぞ。倒してあげる。ラトリックのほう。またリーパー来たぞ。タレットを突破された。あ、死んだ。あ、まずい。テレポーターダウン。扉は閉じた。テレポーターなくなった。エンジン。これが出て終わった。はい、俺の上から逃げるってことは。テレポーターって使用回数は6回。6回に壊れる。6回だよ。あ、リーパーを入ってる。そう、後ろからリーパー来てた。足音が聞こえる。リーパー。俺
武士用も下にいる。なくそ。どうも。精神の拠点を攻撃しろ。あ、取られたか。取られたな。さっぽい。あ、ゴリラ頑張れ。ゴリラ頑張ってる。目標が攻撃されている。守れ。死んだ。あの一人海に掘り込んだけど。まあ強引に入ればまだ。あー、くそ。あー、ダメだ。あー、でも頑張った方じゃないかな。そうね。まだ引退するわけには。8分7分耐えるのを考えりゃまだマシな方。ここから5分か、しんどいね。ギリギリまで耐えた方だもん。いや、フワありがてえわ。まだ後ろ向きやすい。まだ強いよな。あ、ハルトが入ってきてる。ハイパーがパレット使うの移動する妖怪に乗って上から来てる。なんかワープ性を飛ばしてる。あの、うわ、びっくりした、びっくりした、あれが来たのかと思った今。びっくりしたね、目の前でシールが開かれるとあんなにびっくりした。ジーパーが入ってった気がするんだけど。ジーパー2階にいる。ジーパー2階にいるよ。下降りたかな。あー、倒された。ジーパー動くね。俺の目から逃げる。ジーパー倒した。目隠ししてる。逃げる、逃げる、逃げる。倒した。ナイス。任務の途中だ。ゲンジ倒したけどヒットポイントやばい。お、アジエさん3。あ、ゲンジか。誰だよ今ファロー倒してるの。ありがてえ。殺し損ねたんだね。どっから来たの。びっくりした。ゲイヤー。そんな見よう。リーパーが裏から来る。うん、足音が聞こえるね。電磁も来たか。バランスが裏から。ありがとう。リーパー来てるんだ。はい、電磁倒した。リーパー倒せてな。リーパーがいるね、まだ。俺一人のためにパラが歩く。はい、バラ倒した。俺の目から逃げるか。リーパー倒した。ちょっと真ん中にいっぱいいる。俺できた。はい、撃退しました。ちょっとタコさん、なかなかいいんじゃない、これ。うん、なんかいい。あんまり褒める調子になったから。バラが右に入った。ゲンジが、はい、バラ倒した、倒した。右からリーパー逃げた。あー、死んじゃった。おっさり、あー、逃げた。うわ、すげえいる。あー、これやばいな。やばい、あれがゲンジが手振って落ちてきた。はい、これ、やばい。これは取られたかな。はい、タコ頑張って。俺の目からジャンプで生き抜けるんだ。うわぁ、当たったな、ラインハルト最後。はい、間に合わなかった。なんか今日いつもギリギリで負けるね。でもいい試合が多いよ。え？
本人が一番びっくりした。レイオブザゲームのあれ変わった。なるほど。あんないよ。あれはなんだっけ、ビクトリーポーズじゃねえや。なんとかっていうやつを選べばあれ。じゃあイントロじゃねえよ。プレイオブザゲームの基準が変わったのかって思ったんだよ。ああ、どうなの？アートかってやつ。そのうちなんか変えるみたいなこと言ってたよね。うん、まあ今の場合だとだゼニアトとか絶対取れないもんね。うん、そうです。いや、外国の踊りばっかりになるから。タイヤかお盆踊りかっていう。いや、あれは今でも割と取れるじゃん。たまにバレー。3人1つは大体取れる。うん。